ソフトバンク柳町と見守もプロテクトから外していた。甲斐野以外の獲得候補に挙げられていたのは先発の和田剛、内野手の三森正樹、外野手の柳町達るだったという。ここから精査と熟慮を重ね、最終段階では和田や三森の名前も残り、さらなる絞り込みが進められていた。誰をプロテクトしてたんだよ逆に草、もうめちゃくちゃやな。戸様増えすぎて峰井とかあの辺りの複数年契約もプロテクトしなきゃいけなくなったからだろうな。和田が骨たくさいな。その2人外すのはやばくね。20代の一軍野手ってだけで珍しいチームなのに。又吉近藤山川の人的保障で3年連続でドラフト1位放出してるし、アイエン順にプロテクトしてたんか。甲斐野が最終候補に入っていないのに甲斐野が人的保障、妙だな。プロテクト突破確定案、急遽甲斐野外して和田をプロテクトしたやろ。各社がそれぞれ違う情報めっちゃ出してるから、情報元複数あるわ。これもしかしてプロテクトとプロテクト外の名簿略にしてしまった鉄ワンちゃんあるやろ。これプロテクトリストをプロスペクトリストに聞き間違えちゃった説っすか。これソフトバンクの球団職員あたりが怒りのリークしてるんちゃう。近年のライオンズは打線、特に外野がとんでもないから野手を分厚くプロテクトしたはずやで。柳町や三森は契約保留したから外された説。和田を見逃してもらうためにプロテクト内から甲斐の見積もり柳町を提示したんやろ。リチャードとか守ってそう。複数年 FA 選手守らんと来なくなるからな。何でもかんでも取りすぎて和田外して選ばれるのくさ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。